はい、皆さんこんにちは。清水真一パティシエチャンネル、いつも見ていただいてありがとうございます。今日はですね、リクエストをいただいておりました、コメントの方でいただいてましたスーパーカッププリンを作っていきたいと思います。正直ですね、僕スーパーカッププリンってコメントいただいた時に、なんじゃそりゃって思って調べたんですよ、 YouTube で。そしたら有名な YouTuber のヒカキンさんがね、ご自身の YouTube の中でスーパーカッププリンを作られていました。で、今日は、パティシエである僕がスーパーカッププリンでいいのかなという思いもありながらですけども、ちょっとヒカキンさんの、やられてたものをですね、そっくりそのままちょっと真似してみようかなというふうに思います。で、スーパーカッププリンを作るには2つの方法があって、で、1つ目の方法が、卵を入れるだけ。スーパーカップのアイスを溶かして、で、その溶けた中に全卵を入れて、で、蒸し焼きにする方法で、2つ目がコーンスターチを使って少し軽く炊いて、で、固める方法で、今日は、それも全部ヒカキンさんのチャンネルでやられてたことなんですけども、それをですね、全く同じことを今日ここでやっていこうかなと思います。清水真一マネジメントチャンネルもよろしくお願いします。いいですか。はい、では、今日、スーパーカップの超バニラ、抹茶、チョコクッキー、3種類ありますけれども、この3種類、プリン作っていきたいと思います。まずはコーンスターチを入れて炊き込む方法から、この3種類やっていきたいと思います。ではまず最初に、スーパーカップ超バニラからいきたいと思います。普段あんまりこういうアイスクリーム食べないんで、久しぶりにこういうものをスーパーで買いましたけども、はい、まずこのスーパーカップのバニラ、これを鍋に入れて熱を入れていきたいと思います。で、この容器は炊いたコーンスターチ入れて炊いたものをですね、ここに入れて直して、で、もう一度ここで固めていきたいと思います。はい、まずは、スーパーカップのバニラ鍋に入れました。はい、火にかけて溶かしていきます。このアイスクリーム自体が当然美味しいのでね、プリンを作る要素がたくさん入ってますよね。牛乳、生クリーム、それから卵も入ってるのかな、これ。なんで、これ溶かせばプリンのね、液体アパレイユになることは明確なんですけれども、もったいないような気もしますが、ちょっと実験も兼ねてやっていきましょう。いろんな人がこれ YouTube でやってたので、ヒカキンさんのが一番最初に出てきたんですけど、いろんな人たちがやっていたので見たんですけど、僕みたいな本業というかパティシエの人がやってる人はいなかったですね。大丈夫かな。遊びって言ったらだけどね、こういうのも面白いと思います、たまには。はい、溶けてきました。もう完全にこれアングレーズソースですもんね、言ってみたら。牛乳、生クリーム、卵黄、お砂糖入ったアングレーズソースですよ。はい、完全に溶けました。そしたら、ここにさらに牛乳入れていきます。牛乳です。それから砂糖、グラニュー糖ですね。で、コーンスターチです。このコーンスターチ入れることによってとろみが出てきますね。固まる作用を作ります。はい、コーンスターチはダマになりやすいので、すぐにかき混ぜながら火にかけていきます。はい、これに火を入れて、とろみの感じを見ながら軽く炊き込んでいきたいと思います。
このコーンスターチを使って作るプリンの方が、いわゆるなんて言うんでしょうね、テリーヌっぽい固まり方になってくると思います。プルンツルンとした固まりですね。はい、強火で炊いてしまうと焦げてしまう恐れがあるので、だいたい中火ぐらいで今火を入れていってます。はい、だいぶとろみがついてきましたね。お分かりいただけますでしょうか。はい、あ、これだいぶいい感じだと思います。はい、ふつふつと言ってくるぐらいですね。はい、ふつふつと言ってきたら火を止めましょう。はい、こんな感じ分かりますかね。だいぶいい感じでとろみがついてきました。はい、ではこの今、火を入れてとろみをつけたスーパーカップ、はい、こちらを一度裏ごしをしていきます。裏ごしせずに流し込んでいってもいいと思うんですけど、裏ごしした方が確実に滑らかになると思いますので裏ごしします。裏ごししたら、元のカップに戻します。はい、少し余りましたので、ココットに流し入れました。この状態で冷蔵庫に入れて、完全に固まるまで冷やします。はい、続きましてこちら、スーパーカップの抹茶、作っていきたいと思います。はい、抹茶のスーパーカップのアイスクリームを鍋に入れて溶かしていきます。はい、抹茶のアイスが溶けましたので、そこに牛乳です。そしてグラニュー糖で、コーンスターチですね。コーンスターチを入れて、あとは素早く混ぜます。で、先ほどと同じですね、全体にとろみがついて、沸騰するかしないかぐらい、ふつふつっとくるぐらいまで火を入れます。はい、とろみがつき始めたらゴムベラに持ち替えて、焦げないように火を入れていきます。来てますね、ふつふつと来てますね。もう少し、おお、いい感じじゃないですか。はい、このぐらいですね。はい、そしたら火を止めます。はい、では裏ごしましょう。はい、そしたら先ほどのカップに戻します。
で余ったものはココットの方に流します。はい、でこちら、同じように冷蔵庫で冷やします。はい、では最後に、スーパーカップのチョコです。チョコレートのアイスクリームのプリン作っていきたいと思います。はい、ではチョコレートのアイスクリーム、鍋に入れて溶かしていきます。はい、アイスクリームが全部溶けたら牛乳入れます。そしてグラニュー糖です。で最後にコーンスターチ入れていきます。はい、とろみがついてきましたので火を止めます。はい、でこのチョコレートの方なんですけども、チョコチップ入ってますので裏ごしてしまうとチョコチップなくなってしまうので、これはもう裏ごさずにそのまま容器に戻します。でこれも同じように冷蔵庫に入れて冷やして固めます。はい、では、スーパーカッププリン、コーンスターチを入れて少し炊いたバージョンですね。固まりましたので、型を抜いてみようと思います。このままいってもいいかなと思うんですけど、ちょっとカップの外側にナイフを入れながらきれいに抜けてくれるといいんですけども、さあどうでしょうか。いきます。ブリン、おお、なんかすごいなこれ。スーパーカップバニラとりあえず抜けました。続きまして抹茶、同じように縁にナイフを入れて、いやでもこれすごいですね、面白いですよね。来ました、どうだ、おー、めっちゃ綺麗。やっぱりあの卵を入れただけのものと比べるとね、しっかりと固まってますよね。これ見てください、このプルンプルン感、これこれコーンスターチのパワーですよね。うわー柔らかそう。はい、そして最後にチョコレートです。こちらも同じように型の外側にナイフを入れて抜きます。来ました、どうだ、おお、なんだろう、なんかちょっと感動してるんですけどこのプルンプルン感いいっすね。はい、バニラ、抹茶、チョコレート、それぞれ
型から抜けましたので、ちょっとね仕上げをしていきたいと思います。まずはチョコレートですね。これもアイスクリームと一緒にスーパーで買ってきました。森永チョコレートシロップ、まあ、こういうのあるとね皆さんすごく便利なんじゃないかと思いますけども、これで仕上げしていきたいと思います。何これ、なんかちょっとレストランのデザートっぽくないですか。スーパーカップなのに。はい、続きまして抹茶ですね。抹茶はこちら、こちらもスーパーで買ってきた和三盆のシロップです。こちら仕上げ、これで仕上げしていきたいと思います。表面覆うくらいね、たっぷり。どうですか？はい、たっぷり和三盆シロップかけました。はい、最後、バニラの方は生クリームで仕上げしていきます。なんか乗ってきたんでスーパーカップに全部金箔つけちゃいましょう。本当にこれはスーパーカップなのかっていうね。いやー面白い。まあでもこれ見た目はね、まあプルンプルンして、ちょっともう一回揺らしてみましょうか。プルン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 っていう、このすごいな、これ。美味しそうですけども、まあ実際ちょっと味がどうなのかというところです。まあスーパーカップに牛乳、砂糖で、まあ、当然アレンジはしてはあるんですけれども、実際どんな味なのかちょっと食べてみたいと思います。じゃあチョコレートから実際にねどういう感じになってるのか、スプーンですくってみたいと思う。うお、すごい弾力。うわ、これめちゃめちゃ滑らかなんじゃないかな。ほらすごいっすね。ではスーパーカップチョコレートアイスのプリンいただきます。うそ、うわこれすごいっすよ。いやこれ本当にスーパーカップで作ったなんて分かんないもん。でやっぱ食感がめちゃめちゃいいっす。コーンスターチで炊いてるだけあって、最初にもねちょっと言ったと思うんですけど、なんて言うんだろう、なんかプリンなんだけども、なんかテリーヌっぽい、テリーヌに近い、口どけがめちゃめちゃ滑らかなテリーヌですよ。これはちょっと驚きです。これ見てください、このプルプル感すごいっすよ。これ抹茶、これも多分相当滑らかだと思うんですけども、このスプーン入れた時の弾力がめちゃめちゃいいですもんね。おー、どうだ。おー、はい、スーパーカップ抹茶アイスのプリンいただきます。あ、めちゃめちゃ滑らか、これわすごいわ。やっぱさっきのチョコレートはチョコチップ入ってるんで、ま、滑らかなんですよ。滑らかなんだけど、やっぱちょっとね、やっぱ抹茶の方が全然滑らか。もう口の中でトゥルンとしますもん。でもなんかちょっと悔しいっすね、スーパーカップでここまでできちゃうっていうのが。いやでも美味しい、これはびっくりです。めちゃめちゃ柔らかい、口どけ最高です、この抹茶。はい、ではバニラいきたいと思います。これ一番柔らかいんじゃないかなって思ってるんです。うわすごいわ、これプリン、まあプリンなんだけど、滑らかプリンのその上をいく滑らかさじゃないですか。見てください、断面のこの
綺麗な感じを。めちゃめちゃ柔らかそうです。ではバニラいただきます。これは柔らかい。いやめちゃ、うわうまっ。これ本当にスーパーカップっていうくらい本当にうまいです。いや今日あのスーパーカップのプリン作ってきましたけども、まあ、本当にねびっくりしました。うまい、おいしいですよ。それはおいしいですよね。スーパーカップめちゃめちゃ売れてるアイスクリームね、そのままそのままというかそれをアレンジして作ってるわけですから、まあでも正直ちょっと半信半疑でそんなスーパーカップでプリン作ってもなって思いながら始めたんですけど、これはね面白いです。お家でもできますし、なんだスーパーで揃う材料でね簡単にできると思いますので、いやぜひね皆さんもこれね一人じゃなくてお友達とか家族とか誰かとやった方が絶対いいと思います。ね、テンション上がりますよ。ぜひね楽しい時間これ作りながら過ごしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、今日も最後まで、見ていただいてありがとうございました。面白かった、勉強になったという方ぜひチャンネル登録それからいいねボタンよろしくお願いします。もっともっとお菓子作りを本格的に学びたいという方のために概要欄にホームペストリーというものがあります。そちらは有料の、会員さん向けの生配信のお菓子教室です。